こんばんは。こんばんは。顔太ったな。かゆいの？そんなにかゆいんですか？ダメだこりゃ。こんばんは。またありがとう。今日もかわいい。こんばんは。ハロー。ちょっと。こんばんは。またありがとう。11月30分は間違えたけど、ちょっと気にしない精神でって感じで。ポップコーンありがとう。あ、間違えた。何これ。あ、ポップコーン、あー、自分に届かないっすよ。あ、そう、毛布出した。イエーイ。これは魔法の毛布なんですけど、ユアがスルッってやると色が変わります。ほら、あとこうやって動かすと色が変わる。わざとです。当たりやった。ポップコーンありがとう。当たりがた、当たりがた。まあ一部なんで、はい、一部なんで11時からでしょ、一部って。11時半も入ってるからまあいいかなみたいな。ラテちゃんの、ラテちゃんの、ラテちゃん、なんて言うんだ、ラテちゃんの残像、残像が来ます。こんばんは。美人ですかね。そうですか。お疲れ様。当たりがた。今日はね、自主練、まあ、自主練っていうか振り入れしました。そう、ハロー貼ってみた。謎のハロー。ちなみにかける3。危ない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 。ちなみにかける3。このハローがあと3個あります。合計4個あります、ハロー。だからちょっとハローで埋め尽くそうかなみたいな。どう思う。変な人かな。あんまり変な人じゃないですけど私。ポポコありがとう。こんばんは。気になるの。こんばんは。マシュマロ違います。小顔ローラーで小顔にしとこう。うわ、びっくりした。これ絶対こっち向きでやらないやつだよね。挟まれてるもん。何気になるの。窓見て、懐かしのポケモン。ギギ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 ある。レアです多分これ何のコイン、ゲームかな、ちょっとわかんない。なんか出てきた。ギギギギある。 G
ギギギえギギギアルギギアルギギギアギギギアルギって言いにくいな。ギがあるんでしょ。なんかポケモンの歌あったよね。ちょ覚えてないけど、ポッチャマから始まってた気がする。いやその世代です。06なんで、ハッシュタグ06。ふせありがとう、こんばんは。それあげマシュマロタイムしてるから、マシュマロタイム。ライズちゃんのじゃないよ。すぐねこういうお菓子開けると来るんですよね。あなたのじゃないのに。匂いだけ嗅がせる。来る？こっち。なんかね、パリパリチョコだと思ったら意外としなしななの。うわ、白飛び。まあマシュマロなんで。おっとっとっと、ちょっと逃がせないよあなた。逃がさないよ。来た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 。来ました。もう多分ショールーム嫌いなんてか、この光がちょっと今日ダメだ。今日光あるから。ごめんね。猫にライトはダメなので。何あっち行きたいの。しゃーなし、ドア開けてあげるよ。はい、危な。どうぞ、さようなら。さようなら、ラテスケ。そう、通じるからね、いいかなみたいな。こっちタイプもあります。マジ頑張る、ありがとう。あとトーク本当、明後日までに完売しなかったら買い足しますって。嬉しい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。え、当たったの？ファンクラブ限定公演。え、マジで楽しいと思うよ、本当に。マジで。その次の日のマキコさんと素敵な仲間たち with おしりんさんのあのみかんぜんもめちゃくちゃ楽しいと思うので。お元気です、こんばんは。大丈夫？風邪治った？僕はありがとう。僕はありがとう。流れ星ありがとう。ラジちゃんと握手したいって絶対に無理です。トラク明日なんだ。寒くないよ。触覚あるよ。全然あるよ。ほらほら、あ、伸びてるからかな。伸びてるからだと思います。ちょっと今ね切るのめんどくて伸ばしてる。多分次の公演18か18までには切ってます。かゆっ。本当にさ、ラテちゃんの毛が本当にめっちゃ毛抜けるんだけど、あの子どうすればいい。ごめん、お僕ありがとう。ラテちゃんは来ないけど、ラテちゃんそう待ってるからしゃあなしね。お僕ありがとう。ゼロカロリーだよね、マシュマロ。天才です、こんばんは。今年のと、いや、まだです。まだ11月30の10日。
トーク会一部残ってるんでお願いします。本当にお願いします。マジで可愛いから服あの11月30が秋服で、12月1日がもう真逆、冬の中でも真逆の冬服です。だからその11月30の服装と12月1日の服装が真逆です。めちゃくちゃラジちゃんに会えるなんて、ね、本当ですか。まあ、会えないですけど飛んでください。飛んできてください。くまちゃん風船ありがとう。本当になんか漏れない。横にしようかな。いやでもいいや、斜めにしよう。イエーイ斜めです。と遠ざかった方が漏れるんですけど、遠ざかるとコメントが見えないっていう。ありがとう。んちょうど終わった、ちょうど終わった。こんばんは。ね、22時何時までかな。まあでまだまだやります。パプコありがとう。間違いです。メリゴランドありがとう。こんばんは。あんたありがとう。美人さんですか。そう、間違い直さないガールです。貫き通します。貫き通します。私はハイライトつけたら飛ぶのかな。うお、すごいすごいすごい、このハイライトすごくない。このハイライト見てください。このハイライトっていうメイク品なんですけど、すごくない。ほら魔法だよ。ほらシャラララララ、艶が出ます。すごくない？これがハイライトです。ハイライトってすごいよね。まあ一歩間違えたらテカってるんですけど、まあまあありがとうございます。なるべくありがとう。ゆうちゃんらしいですか。じゃあいいですね。とても気づかないでしょ。そう、そういうもんなのよ。もうみんなはもうアイドルファンなので、もう何、洗脳じゃないけど、こんばんは。ドラクエはおばあちゃんがやってました。 1か2か分かんないけど、めっちゃ古いやつね、これ同じ色の人多いんですよ。パプコありがとう。魔法です。カラシありがとう。変わりますか。マジックです。 It's showtime。なんかさ、手軽にできるマジックあったんだけど忘れちゃったな。パプコありがとう。あんたありがとう。朝強いのいいな。いや本当に弱い朝、びっくりするほど寝てました。こんばんは。レモスターあんたありがとう。残像です。アラベクマッチありがとう。パプコンありがとう。え、本当ありがとう。エスコインのアーカイブを見てくださったようで。でしょ？あ、11時30分ぐらいに来る？
ギリじゃん、めちゃくちゃギリじゃないか。 I love you じゃない、ユニコーンありがとう、メリーゴーランド、いい感じですか。今日のライトはちょっと青みがかってます。これにさカラーフィルムしたらさ、あのいろんな色になるのかな。まあないけどね、そんなカラーフィルムとか。あ、お菓子のゴミお菓子のゴミでなるのだろうか。あーでもちょっと、いやまあライト隠れてるだけか、これちょっとダメっすね、なんか大きいものがないと無理かな。ナビ、ナビです。言いたい、くまちゃん風船ありがとう。え、本当に漏れていない。じゃ顔が太ったんだよ絶対、もうめっちゃ食べちゃったもん。ちょっと姫カットでちっちゃくしとこういや絶対姫カットが伸びたのもあるよな。まあ、結婚して小野氏、まあ、まあ、え違うよ、なんかねついてきたの、このハローついてきたんですよ。そう挨拶って大事だから。え車に貼るやつなのこれ。それなんかショールームをさしてるときに結構キッチンの音とか聞こえるから防音材みたいな買ったのね。そうそれを買ったらついてきましたまあその防音材も使ってないんだけどね。なんかさドアに貼ってたの防音材を、でもその両面テープとその防音材の相性が合わなくてもう全部取れたの。何回貼っても全部取れるからもういいやって思って。結婚してシャアなしありがとう、ハートありがとう、だるまハートありがとう、ハローハロー、はあ、できたダジャレが、ハートありがとう、バラありがとう、ありがとう。そう猫が大好きなの。埋め尽くしてもいいかな。まあハートありがとう、バラハートありがとう、そうハートありがとう。そう暴れてるんだよね、猫パン猫キックの方がしてくる。こんばんは、ギギって本当に言いにくくない、ギってびっくりするぐらい言いにくくない、ギギギギギガギグゲゴギギ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 アーニャン。そうハッシュタグ06ありがとう。だってさ、てか猫って本当に小顔なんだよね。猫を見て思うことはいつも小顔って思う。えピカチュウからなの、岩たちポッチャマからだった。えそうなの、京香さんギアルギギアルギギアル言いにくい。ほらありがとう、美味しいよこれマシュマロ。そう今日もマシュマロタイム、そうお待たせいつものマシュマロタイム、こんばんは、初めてだけど売り切れてた、やっぱ人気なんだよ。あ匂いするからってこと、イヤノップのが柔らかいです、慣れ星ありがとう、あ間違えた、なんだっけポップコーン、ポップコーンじゃないけどね、え同じえ見つからない、あワイのせいだって売り切れてた。お菓子博士です、ん？お菓子博士です。全然おすすめのマジでいっぱいあるから、あのねスイーツ系だったら、まあお菓子じゃないんだけどさ、スイーツ系だったらあのホイップ、違う違う違う、メロンパンのなんか
こんぐらいのメロンパンの間に挟まれたホイップクリームのやつがあるんだけど、あれめっちゃ美味しい。なんかいや、もともとメロンパンが好きじゃなかったんだけど、なんかチョコチップメロンパンなら食べれたんだけど、チョコが入ってないメロンパンは食べれなかったんだけど、この前挑戦してみたんですよ、大人になって。メロンパンを、チョコチップじゃないメロンパンを、そしたら食べれました。そういうことで、ユアが克服したメロンパンなので、ぜひ。ありがとう。勝手に宣伝するっていうね。チュチュールの時間は今日はないかな、ないですかね。ハロー。おー、これ2個つけたらさ、あれみたい、あのあれ、仮面みたいなCD。 イエーイ。粘着強い。え、これパンダになるんじゃないか。パンダになるのでは。ちょっと待って、貼れないかも。ならなかった、貼れなかった。こういうなんかありそうないか。あ、猿、確かに目に貼った方がパンダだな。でもさ、パンダではないよね、私ね。もうすることがないっていう。さようなら。こんばんは。きなこありがとう。え、そう、今のラテちゃんの首輪の色はピンクのリボンです。もうマジ可愛い。あのね、首輪が6個ぐらいあって、もう残ってるのがあのピンクしかないですね。まあ、ありがとう。猫ちゃんはかわいいさよならって、やんより道全然ありですよ。来てください。ありがとう、頑張り、ありがとう。それなこんばんは。今日のご飯は何でしょう。ハートありがとう。え、日向坂さんの推しなの。よろしくお願いします。こちらこそ。 SK48 にも来てくれるんですか。こんばんは。え、カードケース、イエーイ。マジあれ可愛くない。あの本当にね、ずっと出したかったあの写真を。レモンさんありがとう。ハートありがとう。え、そう、ゆうかさんのさ、生誕祭に出れるの嬉しすぎる。え、21の時間がない。え、もう当落出てるの。ありがとう。二冠勢の当落明日。え、マジ絶対楽しいよ、ほんとに。ありがとう。え、そうなの。ビーム生誕祭、あみさん出るのすごいよね。ハートありがとう。もち、え、かわいい、その絵文字、もちもちの絵文字。ハートありがとう。時間がね、当たるといいね。卒業公演ね、卒業公演出させていただけるのめっちゃ嬉しい。初めて先輩の卒業公演に出る。躊躇しちゃうよね。
刺さる言葉分かって本当にありがとう。でもボキャブラリーないから、なんかでも違う、配信してる時はいっぱい語彙力あるんだけど人前で喋ったりすると語彙力がなくなります。当たらないよね。こんばんは、名探偵くまちゃん、ありがとう。ポップコーンかわいい、結婚してしゃなし、ありがとう。え、めっちゃ爪とくよ。あのさ、なんかソファーがなんかレザーみたいな生地なんだけど、もうそれがもうボロボロハートありがとう。11回30はいけないから次お話。え、そっか、そうか、そうだね、来年になっちゃうんだ。こんばんは、全然いいよ、ありがとう。違う慣れました、ありがとう。こんばんは、なんかミータになったんだよね。こんばんは、パパくんありがとう。いいよ、確信しますか。ママもなんかピンクの買ってた。こんばんは。なんかね、ラテちゃんがこの毛布出すと絶対これにフミフミしてるの。今まで一回もフミフミしてないのに、この毛布出した瞬間しだして、だからママも買ってた。ねもさんありがとう。こんばんは、こんにちは、楽しい。あ、パタパタパタあるあるえ、そうなの、と豊川本日のハイライト本日のハイライトいや、手勝ってないよ、すごいでしょ。まあ、こちらこそ説明させていただきました。え、本当可愛さ増した、ハイライトつけて最近や、え、嬉しい、垢抜けてる。え、でもなんかわかるかも、わかるかもというか、なんか写真写りが若干良くなった。まだ全然悪いんだけどさ。可愛い、ありがとう、相当ありがとう。何、油そば食べたよな、ってそうだよ、ありがとう、可愛いクロミちゃん、イエーイ。今日も靴下がクロミ、僕ありがとう。ね、まあ、でもこれからずっと変な席の分を前借りしてるだけだよ。前借りってか前、今生きてるだけだよ。後ほどいいのばっか。本当に応募できた？絶対楽しい。あー、危ない、絶対に楽しいので。ほら、ありがとう。手品してくれるんですか？真正面ではないですけど。パパがありがとう。ありがとうございます。5時過ぎに。あれ、時間見えないんだよね、みんなが返信してる時間。こんばんは。パパがありがとう。他レーンで見つけそう。絶対に愛してる、予言です、これは。愛してる、ありがとう。ニャニャが猫じゃなくママさんそうだよ、そうだよ。こんばんは、ポップコーンハートありがとう。ファミリー公演 K2、 そうだよ、そうだよ楽しみだよ、楽しみにしてて。ライトが強いと思うじゃん、ハイライトです、ありがとう。花束、ポップコーン、レモンスター、ありがとう。いや、よくないですよ、ハート、ありがとう、ありがとう。みんな可愛いって言ってくれて三角チョコパイの、え、食べてないの、それが。なんか今年全然食べれてない。いや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 、でもあのロイヤルドレスを撮った、写真を撮ったぐらいが一番顔痩せてた。今は太ってます、普通に。こんばんは、いいえ、
何ですか。またありがとう。だ、だ、だいだい？悩み星ありがとう。え、それある。セブンの、ちょっと、ちょっとね。ほっこりしますか？ありがとうございます。1月11、1月12、名古屋行けるか。調節中。ツーショット。え？ツーショット。え、そう、ツーショットまだ買えるから。ぜひ来て、ツーショット。ぜひ来てください、ツーショット。かわいい、ありがとう。ハート、結婚して、超楽しい。義勇、合ってる。義勇ね、言えるけどね。ギギギのギタロ。あ、猫ちゃん洗うとめっちゃちっちゃくなるよね。そうだよね。え、じゃがりこのおすすめは、まあ、いや、ちょっと期間限定タイプのじゃがりこが好きなタイプなんですけど、まあいつもあるやつでしたら、まあサラダか、いや全部美味しいけど、まあサラダかな。まあじゃがバターも好き。うん、わかる、ありがとう、こんばんは。え、メロンパン大好き。え、このメロンパンカロリー高いの、これのせいかな。え、いるよ、メロンパン好きくない人。え、てかなんか、じゃ一回初めて食べたメロンパンがめっちゃメロンの味して、あ、メロンパンってメロンの味するんだって思って、で食べれなくて。え、本当に克服絶対できるよ。え、カスタード挟んだのもあった。え、バブルのお菓子美味しいよ。いや、美味しいのしか送ってないから。いや、おかしい、あれ、そうなんですよ、実は。こんばんは、くまちゃん、ふうちゃん、ありがとう。メロンパンにレーズン、いい、レーズンはパパが好きだな。あげ、ありがとうなんかめっちゃ笑ってるやめてやめてケロ。可愛いですか、ありがとうございます。確かにサングラス、え、サングラスあるよ。いや、そうあるんですよ、サングラス。よいしょ。ほら、サングラス。これじゃない。サングラス。ちょっと反射する。見て、このちっちゃい電卓。これはいつ買ったかな。中1かな。中1で買った気がする。いや、小学生か、小6か。なんかさ、小学生も中学生もさ、学校でスマホとか使えないからさ、てか持ってけないから、なんか電卓に憧れてたの。スマホの電卓を使えないから。え、すごい、まだつく。え、なんかこれ一回も電池切れたことないの、小6とかに買ったのに。まだつくんだけど、やばくない？すごくない？ほら、こんぐらい。ユアの目から口までの間のサイズ。まあ、他に例えるとしたら、このオレンジジュースの、あ、ここ。まあ、あとは、え、なになになに、めっちゃペタペタするんだけど。絶対このオレンジ漏れたやん。すごくない？これ普通に。え、あとちょっと待って、みんなに見せたいのあった。マジ、いや最近めちゃくちゃね、ガチャガチャにた、ハマってるんだけど、めちゃくちゃハマってるんですけども、はい、本当にめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃハマってるんですけども、なんかね、今コスメのね、ミニチュアのガチャがめっちゃあるんだけど、もうそれを探してたんだけど、
なくて、でそしたらめちゃくちゃ可愛いのに出会いました。見てこれ、ジルスチュアートって知ってるみんな、それのバッグなの。めっちゃ可愛くない？ちょうどね、なんかあのカードとかが入るらしくて、3回引いたあと紫がある。めっちゃ可愛くない？でちょ黒が欲しかったんだけど出なくて、3回引いて、でこの、まあ、でもグレーも可愛いし青も可愛いし水色か、でもう一つ紫なんですよ。んでんでんで、マジ可愛いから、これが本物のカバンなんだけど、ほらついてんのこの本物のカバンので、シェリーメイを入れました。かあ、シェリーメイなんて名前だっけこれ、ステラル、ちょっと名前忘れちゃったけど、この子が好きなのね、いわディズニーシーで、でこれ入ってんの可愛くない？ちょっと可愛くない？これが実物です。めっちゃ可愛くない？マジ可愛くない？マジ見つけた瞬間もうやるしかないと思って、という紹介でした。で今これをどこにつけるかも悩んでる。いたたたた、まあどういうこと、ここ目に見えた。どういうこと、ポップカーありがとう、こんばんは、観覧車ありがとう。トーク11月30トーク会か2月の握手会どちらか、え、ありがとう、ありがとう、どっちも捨てがたいよね、わかる、いやでもね捨てがたいよね、いやトークかな、でもはあ、ありがとう、こう、いやまあ疲れるよ、そりゃ疲れるけど全然、まあ嫌はね学校とかないからって感じ。僕はありがとう、お姫様です、バラハートありがとう。確かにしばらく会える予定ないのか、でも11月30いるでしょ、まあよかった、そうミカの味方めっちゃ行きたいけど何回も遠征で、そっかー、そうだよね、え大阪なんばでも遠征、えマジ本当に、いやは NMB さんだったらあのなんだっけ、な何でもならんみたいな歌、なんだっけあのピンクの衣装のさ、なんだっけ、ほんぱありがとうね、2月だっけ帰ってくるの、ほんぱありがとう、そう卒業公演初めてなの、そう、何ゆうにゃんのモノマネしてたって、何してるの、ごめん、そうか30度なの、マジほんと可愛いよね、ふみふみピンク色似合う、ありがとう、ゆあって何色っぽい、サイリウムは置いといて何色っぽい、頑張るでしょ、可愛いから、こまんない、え、そっか、世代が、え、久しぶりか、ラテちゃんに、いや、ないですよ、そんなの、ハートありがとう、レイモンさんありがとう、実家、え、来てくれるの、11月31分、2分、待ってるよ、まだ待ってるよ、いっぱい、パプカありがとう、いや、面白いんですよ、この、面白いんですよ、なんかいいんですよ、12月1日に来てくれるの、ありがとう、
かもしれない。バブル？あーバブルの変身の話ね、ここ。え、そうバレないよ、バレないよとか言って。キノコありがとう、ロボがありがとう。え、6999やばいじゃん、普通にやばいじゃんそれ。ほらありがとう、ありがとうございます。え、本当は着席の日来てくれるの、生誕ティーの時嬉しい。思ったよりね、めっちゃ言われるそれ。え、ツーショット撮りたいでしょ、撮りたいでしょ。そうで富岡義勇です、ハートありがとう。え、本当にそれな、なんでさ、ヨアのムバメってさ一回送ったやつがまた送る、マジでわからない、本当にわからない、なんでだろう。ヨアのスマホが悪いのかな。僕ありがとう、アンテナです。サラダ味ってなんの、確かに考えたことないな。え、そう、メロンの味する、メロン、え、じゃあユアが食べたのはメロンパンじゃなくてただのメロンのパンだったのかな。セブンのカリカリコーン、え、カリカリコーンとかもか、え違うか、なんかあのさチーズとコンソメ味のやつ、あれもめっちゃ美味しい、あれマジ一時期ハマってた。メロン、そう、売り系がね食べれないの、キュウリもスイカもメロンも、まあキウイは食べれます。あ、え、リアルメロン苦手なんだ、何ナポーナイエーイ、え、何でもある、え、本当に何でもあります、私の家可愛い電卓でしょ、本当に。なんかさ電卓検定とかあるよね、もう早く打てないけど今。じゃあ今から1の段 1×1 を10までやります、秒数でいきます。ちょっと待って測るわ、電卓開いちゃった、ストップウォッチがない、あった、いきまーす、よーいスタート。 1×2 はん、 1×、 ん、1が押せないんだけど、1これちっちゃすぎてちょっとハンデかもしれない。 1×1 は2、 1×2 は3、ん、 1×3 は3、1×4 は4、1×5 5ね、押せない、5は6、見せた方がいい、1×、あ、1×7 はあれ30 見えてないし、ね、なんで35になるの、ちっちゃすぎてはあのできませんでした。 1×8 押せない、8は8、1×1 え？1反応しないよ。1×9 は9。1×10 は10。1分498秒です。絶対遅い。ちっちゃいからこれ。電卓検定も何もないからこれ。ちっちゃすぎて。わかる？この小ささ。めっちゃ白飛びする。可愛いでしょ。あ、そう、川村塾のね電卓です。え、そうなの、すごい電車図、あ、本当に電卓ってこと。クッキーみたいでしょ。あー、算数のテスト、違う、なんか電卓の授業でテストで授業あの電卓使ったことあるけど、テストでは、まあ、ちゃんとね使ってないですよ私は。おしゃれ電卓。1月12日のツーショット会、自分の誕生日の日なんだけど、え、ありがとう言ってね、当日誕生日なんです。え、電卓券って3級持ってんの、
すご、すご、確かにシルコサンド。じゃ飲んでたの今オレンジジュースを。え、そうなの、メンバー多いの。ちなみにゆあがこっちゃんにあのガチャガチャハマらせたのは私です。え、冬っぴさんも、え、冬っぴさんでも確かにあれガチャガチャ通る道なのか。違いますよ、私ガチャガチャの森ね、いいよね。ポポカありがとう。え、普通にすごくない。あ、電卓入るじゃん。え、全然入るじゃんこれ。ハートありがとう。最近のガチャすごい。え、エアポッツも入るか。え、エアポッツケース、これめっちゃ可愛くない、めちゃくちゃ可愛くない。今のね、ユアのエアポッツケースはね、マリクワのやつなんだけどね。いや、マリクワも可愛いよね、本当に可愛くない。これマリクワなの、ほらガチャガチャついてるでしょ。これはリップです、これはファンデーションです。ほらちゃんと開きます、これすごくない。これはガラケー、ガラケー、ほら押せるんだよ、すごくない。マジめっちゃハマってるから、エアポッツケースあり、これちょっとかわいい、ちょっと置いとこう。またありがとう。本当にすごくない、めっちゃかわいいよね。いや、思ったカニっぽい、マジ思う。それはそう、ジルシュツ、ジルスチュアート、いつもジルって言うから言いにくいよね。確かにあのスクバにつけたかわいいよね。え、あのスクバ知ってる、まさかの知ってた。ペペペとしてさあ、かわいいでしょ、マジ。あ、リーナベルだ、リーナベルだ。え、ラテちゃんっぽい、今どきの。あ、本当に。ありがとうございます。それ好きなキャラの名前知らないんですよ、私って。あのフィガロっていうねキャラクターがいるんですけど、ディズニーで。その子も名前忘れてて。ありがとう初見さん。 JK ですか、黒ひくまで。いや、え、でも本当にないないよ、マジない。本当にあの人気すぎて。カバンにカバン決めるな。え、実物の方初めて見た。いや、入れないよ、置いてかない、大丈夫。リーナベルでした。バックにバックつけますよ。何の発音ですか。あ、おやついね。え、確かに生誕トートバッグ、確かに。え、そう、今のガチャガチャって100円ないよ、本当に。あの10円ガムのガチャガチャぐらいじゃない、10円とか。本当に今300円がデフォじゃない、300、400、500。え、だって前よはさ、なんか700円見たよ。キノコありがとう、ポップコーンありがとう、こんばんは。おもろいですか、あ、ぬ、ぬまりそうですか、ありがとうございます。もうサンシャイン栄の観覧車の入り口付近にガチャガチャたくさんあるね。え、そうなの。あ、あるわ、あるわ、あるわね、これあるかわかんないけど、こんばんは。がんばらぬわい、あ、そうそう、それそれ、じゃん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 。ハートの独占権かわいいよね、衣装も。ほんと12か、え、薄紫っぽい、めっちゃ言われる、それ薄紫か薄水色ってめっちゃ言われる。ハートありがとう。赤っぽい、ほんと、え、もうピアも入ってるじゃん。やっぱピアムですか、ハートありがとう。飼ってる猫色ね、紫、おお、あ、ピンクもいっぱいいる、あ、白。
え、紫がダントツで多いかも。あ、虹、虹ですか。元気です。え、もしありがとう。ホワイトシロ、ホワイトシロ、こんばんは。お、セダン T シャツは全然多分12月とかじゃない届くの。え、てか書いてあったよね、12月 ぐらいに発送みたいな。僕ありがとう。ぜひ通称来てください。いや、もう撮りたい。セダティ他、いや、ダメですね、絶対にダメですね。それこんばんは、松山ありがとう。どこも直ってないよ。メーランの番、何ナポナって、ナポナって何、なんか出した。暇です。それな、目的何。いや、思った1の段 1×9 までだよね。電卓がやばいかも。 1×1 ちょっとこれダメかも。計算技術検定なんだの。いや、本当に計算できないの。確かに。イン1が1、イン2が2、イン3が3、イン4が4、イン5が5、イン6が6、イン7が7、イン8が8、イン9が9、イン10、え1の段とか使わないよね。逸材です。それな、やばくない、普通に子供失敗でした。え、確かに連絡使って答え違うのやばくない。結果先生、あのシーンありがとう。いや、違うから、言い訳していいわけだから。電卓をずり、ほんと変わらずちょっと必須ですね。まあ、もう売ってないですけど、どこにも。1万点、あ、数学1万点、え、本当？めっちゃ頭いいじゃん。ねもさん、ありがとう。何、関数電卓って。ほら、ありがとう。お話し会？そうだよ、11月30日。あれ？分かってない人がいた。え、関数出てくんの？すごい。まあ、関数本当苦手でした。え、ね、言ってたね、バースデーメール。ガチャガチャ生活、本当に毎日したい。なんかね、ガチャガチャってね、知らないうちに新作が出てるから、それが楽しいですね。え、嘘。それな、マリークワントです。マリクワ、このね、このお花なの。あ、これこれ、マリークワント見えるかな、可愛いんですよこれ。あのね、パルコか、パルコの地下1階にある。まあ、まあ、めちゃくちゃある。沼っちゃわかる。うまい、まあ、なんでそんな可愛いの。名前にカと愛が、え、カ入ってる、え、入ってるわ、確かに。え、すご、初知りなんだけど、18年生きててさ、初知り。レモンさん、ありがとう。え、キンベルのガチャあるよね。え、揃えれるよ、頑張れば。え、なくすかな。いや、そのな、何、その、入れないよ、その耳につける部分は。ザクロめっちゃ好きになった。いや、あのね、ちょっとピンクが良かったけど、いや、まあ一番最初だし白にしようかなみたいなって感じ。まあ、黒か白かで一生迷ってたけど。こんばんは。え、でも、いや、違う、あのね、思ってた、なんか見たことあるなとは思ってたんだけど、なんか最近いなさすぎて、最近ってか最近はいるけど、そんなに
いつ春とか夏とかがユアの前にいなかったから、あれ違う人かって思ったけど、最近いたから本当にありがとう。パプカリやった。ウーバーイーツのコスプレってこと？あ、立てかける方式なの？レモさんありがとう。初見さんありがとう。ポップコーンハート、ごめん。1000円ガチあるよね。よく YouTuber がやってるねえ。1000円ガチ一回やろうと思ったけどやめた。レモさんありがとう。オレンジジュースの自販機、え、そうなの？おいらのあたりはいないです、いないです。2500円。くまちゃんありがとう。え、12月末え、ギリ危なくない？え、ギリ危ないやん、それ。パプカありがとう。ギリ危なくない？え、ココミンの生誕グッズが明日来るのか。めっちゃギリ。あ、でも、間に合うのか。そうなると。ニャニャの生誕ティーの通称買ったけど。いや、だから作るんだよ。生誕ティー。作るんですよ。まあまあ。ナイラムシありがとう。キラキラ星。そう、もう売ってないんですよ。それな、ヨボビビった。ナイラムシありがとう。え、そう、あのね、最近本当に寝てなすすぎて、やばい。なんか早起きの期間が長くて、寝てないんですよ。そう、だから昨日もモバメ送れなくて寝てて。電卓の正式名、え、そう、え、あるの？電卓の正式名称とか。あのね、あ、なんでもないわ。こんばんは、ハートありがとう。いやいや、少な。そう、ニアも楽しみだ。自分が作った T シャツって初めてだからさ。マスク売り場のガチャガチャ、マスク売り場のガチャガチャ。え、新しいキツネ買ったな、やば。お揃いできるかな。え、やらないの？どれもガチャガチャやないけど12期なんだ。え、なんかさ、ランダムって言わ出ないよね。いやもね、生写真のランダムを買ってるんだけど本当に言わ出ないの。マリクアの懐かしい響き、おじさんが若い頃、え、そうなの？今めっちゃ流行ってるよ、マジ可愛いから。え、そうなの？パプカありがとう。違います、そうだよ、送りました。数学、そうそうね、数学の得意分野は、まあ、角度なんですけど私。え、角度、本当に角度の問題ね。角度を、ここの角度を求めよっていう問題なんだけど、あれはもう、いつ、いつどんな時テストしても絶対に満点なの。すごくない？なんかあの角度だけ大好きで。こんばんは、ハートありがとう。え、何それ、知らないんだけど。いや、なんか出したっけ、これってこと。これってこと。ハートありがとう。え、ミニピアムめっちゃ持ってくる人いるよ、全然成功しないで。レモンさんありがとう。あんた、ありがとう。え、2枚。いや、間違えてないよ、それ汚れちゃうから、やっぱ白だからさ。それな。くまちゃんふんさんありがとう。結婚してかきりしゅう、もちろんありがとう。ニャニャの早起き、いやもうそんなの、まあそれはね、いっぱいありますよ、いっぱいあります。それはてか9時とか10時に起きても眠いからな。電子計算機、え、でもたくなくない？タグッズオンラインショップで買うと12月中旬頃。そうなんだ、公式オンラインだと早いんだって。
ありがとう。ね、そんな早いとかあるの。電卓し、ん？電子的、あ、で、電気、うん？電気式、電子式卓上計算機っていうんだ。いえ。そうだよ、イワニアオシアピールして、行ったことあるから。行ったことあるかな。まあでもイワニアオシアピールするなら、まあ別に、いやでもよくないな。あ、え、そういうこと？ガチャガチャなんだ。恐竜、え、そんなガチャあるの？え、同じくですよね、本当に。え、生誕地ね、早く来たい。やば、イワミームの買ってんだけど。そう、寝ますね。え、待って、なんかこの方ユアのサイリウムそっくり。え、ランダムのグッズ大体ユアちゃんと話、え、すごくないそれ。ユア大体ね、ココハとこっちゃんと誰だっけ、あと一人、あ、みやびちゃん、みやびちゃん、あ、そう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 、なんだっけ、それなんて読むんだっけ。え、本当にすごいよ。三平方の手にガチで本当に。いや、見た目じゃない。え、でも一回なんか大事なテストで勘で当たったの。すごくない？そのなんか角度の問題解きすぎて勘で当たったの。めっちゃね得意です。角度の、え、雑学っていうかわかんないけど、雑学でもないか。雑学じゃないけど、イヤが覚えてる範囲では、ちょっと待って、よいしょ。え、待って、でもあんま覚えてないな、ちょっと待って、思い出す。二等辺三角形の、いや絶対みんな知ってるけど、二等辺三角形の、二等辺三角形って知ってる、みんな。ここの、こことここの、え、違う違う違う、これじゃない、これじゃない。じゃ、なんかあるの、なんかあるんですよ。あ、ちょっと待って。あります。角度の問題。あー、違う、これじゃない。あれ？どこ入れたっけ？ないぞー。なぜですか、なんでないんですか。あると思ったんだけど、ないか。え、ないんだけど、なんでないの。いやさ、撮っといたの、なんか配信でさ使えるかなって思って撮っといたんだけどさ、ない。あ、これ、あ、あ、違うわ、これでもないな。え、こん中にないの。こん中になかったらもう私わからないぞ。うわ、なさそうだな。ないですね。絶対取っといたと思ったんだけどな。なかった。あ、あ、あ、あのね、あ、違うわ、ちょっと問題がないとわかんないや。え、めっちゃ知ってたのに、解き方、なんか裏技みたいな、そう、角度の問題の裏技がいっぱい知ってたのに忘れてしまった。そして残してたプリントがない。プリントっていうか、ユアが解いてたルーズリーフだけど、ルーズリーフとか懐かしい。オイラの鼻の角度、まあ13とかかな。え、角度大好きよ、本当、本当に。三角形の角度は全部で合わせて180度です。
こんばんは、初見さん、こんばんは。そう、違う。名探偵くまちゃん、ありがとう。パプコ、ありがとう。サインコサイン、そう、サインコサインはちょっと違うけど。え、諦めてた。え、めっちゃ好き。なんかさ、テストって選ぶ感じじゃん。で、絶対角度でね、選んでた。こんばんは。いや、笑わないよ、別に。おいらが悪いからね、笑った時。まあ、90度ですね。はい、直角。 T シャツはもうね、頼めないです。卓上ユニコーン、ありがた。確かに動物トップね、目の前だよね。当たった、ありがとう。え、てかもう当落出てんだ。ハート、ありがた。ドスユアボンジュールって、年齢言うときに18歳で言えばいい。うん、何かな。あ、全然お見送りで弱み見してください。いっぱい、あの、いっぱいっていうか、まだ2人しかいないけど。趣味だね、確かに。ガチャガチャ、マジで。そうなんだ。生誕ってサイズ会社に、お、2サイズをかける2ずつですか。僕、ありがとう。まあまあ、いや、めちゃめちゃ勉強するタイプ。ちなみに、いや、ノリでやった時もあった。ノリでやった時もあったよ、そりゃ。だけれども、ちゃんとね、当日っていうか前日にめっちゃ頑張るタイプ。計画的にやるとね、最初の方にやったやつをね、忘れちゃうんだよね。そう、え、そうなの。いないとき。恋の三角形の内角は365。それな、何かがないな、あれある。ちょっと早い、ちょ、本当に、え、本当になんかお家の片付けしてて、しててなんかこう配信に使えるわって思って撮ってるものめっちゃある。だってこのギギギアルのコインじゃないか、これも、あ、撮っとこうって思って。まあギギギアルしかいないんだけどさ、だから撮ってたのにな。ない、捨てたのかな、やっぱいらないってなって。捨てた説濃厚だけどね。画伯の衣装の目、あれは合格キスの衣装です。わかるよ、きっと。ここ、あの、ジャケットの右側にこのマークがある。アンヌさんとの通称、あ、メール、僕、ありがとう。そう、内閣の輪とか、あ、ありがとう。ラーメンマン描いたの、裏、本当に裏技だから。いやいや、の好きな角度、まあやっぱり、やっぱり45ですかね。計算しやすいんですよ、45って。まあ45か60か180かですかね。めっちゃ知ってるよ、とんがってる。そう、生誕、あれ、え、まだ買えるっけ、生誕ティーって。え、嘘、まだ買えるらしいです。もう買えないと思ってた。買えるの、ドラクエやってるって。ねえ、懐かしいよね。ね、長時間やってるけど、もうそれ終わろうかなみたいな、あれかなみたいな。いやいや、ギャルじゃないから、ギャルじゃないから勉強してたんですよ。ほら、ありがとう。します。え、いやいやに弱み見せると全員。いや、繋がってそうって思った。そこ繋がってたわ。ユズリンさんだからか、 S にいたもん。
やればできるって言われてたなんて素勉強せずダメじゃんいやもうでもそういう系でなんかこのね手のひらの指が長い人は身長が伸びる今後も身長が伸びるっていうって言われたんですよ。あの中学生の制服を着るときにそう言われたからデカめのをね買ったんですよ。でも大きくならなかったです。なぜでしょうか。本当になぜですか。え、生誕グッズって明日までなの。知らなかった。またプレゼンしなきゃ。知らなかった。全然知らなかったわ。え、そうだよ、あんずさんと仲いいよ、きょうかさんも仲いいよ。しっかりそれな。え、スカートわかった。え、夏いでしょ。ゆあが知ってるポケモンはポッチャマ、イーブイ、ギギギアル、ギアル、ギギギギアル、ブラックサンダーみたいなやつ、 EV の進化系の、進化系じゃないけどブラックサンダーみたいなやつ、なんだっけ、とポカブとピカチュウとプリンとスタージャみたいな緑の EV の進化系のやつえ、じゃなんかさ、一時期 EV のその進化系じゃないけどその子たちのなんかお話があったの、お話の回が、それをめっちゃ覚えてるの。であとなんだっけ、あのさ EV の一番上のピンクと白のさ、ニーフィアだよね。うんうん。でえ、じゃあ何か色は出てくるのに名前が出てこない。あの黒い子、水色、黄緑か緑と赤と黄色とニンフィア。ポケモンめっちゃハマってたんだよね一時期。なんかポケモンのゲームしてた。あとは見たら分かりそうだけど覚えてないです。出てこないです。いやそれな、マイクいや裏技なんかあったんですけども、いや明日までか、うん、明日生誕グッズ明日、まあ、調べてください。ニャンダもいるんで、これ11月17日までか。そう、読み男女です。誰もありがとう確かにみよまるさんって340か。いや清楚系です、ただの。明日まで、ほんとありがとう。え、通所来てくれるのありがとう、まあ、みんな待ってるよ。え、明日まで生誕グッズ、それとも17日まで、どっち、どっちですか。宣伝、そう宣伝して。あ、本当にあ、新庄いいのですかね。オフィシャルショット、ん？オフィシャル、ん？公式が明日までで、セブンさんが17までってことか。うん、大きいかも。あ、ブラッキーか。そうだ。ブラックサンダーじゃなかったわ。あ、サンダース！え、ヤドン、わかる？ピンクでしょ？あのさ、あとさ、ポケモンセンターだっけ、なんか病院あるじゃん、ポケモンの、あれのピンクの子、ブラッキー、ハンギョドン、ん、なんかね、いるの本当に。パパがありがとう。ハート。シャワーズいた、水色でしょ、あれ水色じゃないっけ。あとさ、
そうイーブイが一番好きだったのよ。イーブイの人形持ってる。でイーブイの次に好きだったのがその水色のなんか氷みたいな氷の子、イーブイ系列のね。でその次に好きなのがブラッキーでした。え多分混じった。え詳しいかな。チョコレート、エイフィは分かんないや。えあ緑の子、あ待って緑の子ってエイフィか。なんかさピカチュウポッチャマスタージャみたいな。えカエルいたわ、水色のカエル。あミュウ、あのさユアはゲームでポケモン X と Y の時代なんですよ。あとミュウツー、ミュウツー、ミュウツー、ちょっと忘れちゃったけどそれの時代。そう色だけは覚えてる。えポケモン GO はねやってなかったけど、そうモンハンはねやってた。ブラッキー、エーフィー、あリーフィアか、ニーフィア、グレイシア、え懐かしい。そう海男女しますね。そうセブン、あそういうことね、セブンネットだと17日まででもね。いきなり可愛いでしょニャンダム。え制服ダメ、えなんか押しちゃった。誰もありがとう。あそういうことね、理解理解、なるほどね。だからか、ハートありがとう。エレブ分かんないな、ラッキーも分かんないな。ボブがありがとう。あえセブンネットって送料無料なんだ、知らなかった。えあの子ハピハピん、ハッピーハピーナスラッキーなんかいっぱいいるよあそうなんだ、知らなかった。どうだろうえ身長気になった、 152.4 でもね多分縮んでる。え若い、パチリ、待って待って待って、あの可愛い子でしょ、なんかピカチュウの次え、なんていうの、なんていうの、あのしましまの子でしょ。あとさなんかピカチュウに似たさプラスとマイナスの子いるよね。いるいる、ミュウ、えそうだよね、リーフだもんね緑って。えポケモンセンターね行ったことない、こんなに見てるのにね。これ、え待って待って、やばいやばい、待って読み断じしなきゃ、メール書いてない、メール書いてない、盛り上がっちゃった、ちょっとすいません。13位ケイヒロ、12位マー君、11位グラスッチ、10位ヨスケ、9位ネオジー8位ノリタカ、7位ノブリン、6位ライコ、5位ツズポン、4位トノピー、3位コバン、え変わってる写真。2位トッシー、えなんかみんなみんな岩虹なんだけど写真やっぱ岩虹推し多いよね。1位こうちゃん、ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとメールを書いてないんで、うんそうだよちょ盛り上がっちゃって、音声メールにしようかな今日ありがとうございました、さようなら。11月30日特会待ってるよ、全然ポケモンの話でもガチャガチャの話でもその他全然岩の好きなところの話でも やめてそれ、おやすみラクル、さよなら、バイバーイ、来てください。